おはようございます。さあ始まりましたザ・コウタロウ上昇のメソッド、第17戦2日目の朝を迎えました。本日も関西圏にあるとあるホールさんにお邪魔しております。今日のキーワードは並びっていうところを意識していこうと思います。最も投入回数が高かったのが、マイジャグラー5マドカ前後編ニューパルサー SP3 番長ゼロというところ で初日に、寝台入れ替えで増大されたばかりの番長ゼロ、これがね、増大された後、何日間か、しっかり高設定が使われてたという節があったんで、並び期待できるんじゃないかなというところで優先して番長ゼロを攻めたんですけれども、入ってなかったというところで、実はこの上げた4機種初日に関しては1つも並びの当たりの箇所がなかったんですよね。今日に関してはこの4機種の中でさすがにどれかは並びになるんじゃないかなというところで、じゃあどこに行くかなんですけど、実は今日某末尾のつく日で、その末尾の日に関してはジャグラーシリーズが非常に優秀な結果を残していることが多いんですよ。ということは今日入る可能性としては十二分にあり得る状況なんじゃないかなというところで、まずは第一候補にマイジャグラー5、そして、第二候補に、昨日狙った番長ゼロ、そしてニューパルサー SP3 窓が前後編という狙いにしていこうかなと思います。というところで、まずは抽選ですね、行ってまいりたいと思います。一日本日もよろしくお願いします。抽選を受けてまいりました。約30名様くらいですかね、の中で番号が26番というところで、後方なんですけど、どうなんすかね、一応狙い台あるんですよ。ちょっと保険をかけた上でのプラス並び狙いっていうところがあったんですが、そこがもしかしたら取れない可能性もあるかなと。もしその場合はそこを拠点に並び狙いっていう感じにしようかなと思います。おはようございます、よろしくお願いします。角は埋まってますが一応狙い取れました。いや今日は結構、狙いが難しいっていうのもあってか、皆さんまばらにっていう感じですね。ギアスはお二方で、鏡打たれている方もいらっしゃいます。ディスクアップ2は全部埋まってますと。でやっぱりここですよ、3大構成がやっぱり行く人多いですよね。イニシャル D、バイオでやっぱバラエティ行かれている人もいるんで、やっぱり結構まばらな感じですね。ではやっていきます。若干がクックンはしたように思えましたが、あ早い、3ゲームで当たりました。ちょっと調整、ちょっとペカメラを調整します。これで大丈夫かな、見れるかな。いいですね、3ゲーム通し1本で単独のレギュラーです。ちなみに左の方もすぐにレギュラー引かれてます。今日に関しては初日よりお客様の並び人数っていうのも少なめだったんで、比較的昨日よりは余裕を、時間的な問題なんですけど持てるのかなと現時点ではしてますね。ただそのお昼頃からどれだけ稼働が上がるかとかにも よって変わってくるんですけれども、二の矢三の矢っていうのは、これがダメでも踏めるような状況では現時点ではあるのかなと思います。かかりました、295ゲームちょっとかかりましたが、295ゲームブドウ得しました。単独のレギュラーボーナスです。追加投資したんで総投資が5本です。設定判別要素に関しては単独レギュラー、そしてブドウ確率を軸にしていくんですけれども、いろんなアプリでね、もう最近では実践値っていうのが出されてるんですけれども、一応7鉄の
数値っていうのを、まあ、指標にしていこうかなと、参考にしていこうかなと思います。でそれが、まあ、単独レギュラーが設定6が、まあ、333分の1ですね。まあ、これ前後で引ければ、まあ、これより良ければっていうところですね。で、武道確率に関しては 5.69 分の1、設定6が 6.69 分の1なので、まあ、6.70、まあ、この辺を参考にしていこうかなという感じです。取りました、162ゲームさあ単独のレギュラーですね。マジか、総投手追加投手で7本です。単独レギュラー3回目。56円持ちコインでつながって単独のビッグボーナス、あーすいません、ビッグボーナスじゃない、レギュラーボーナス、またやってしまった、すいません、気持ちがビッグ欲しすぎて、まあ、これはいずれにせよじっくりサンプル取っていかないといけない展開になりましたね、さすがに。いやー2枚目ですね、740ゲームビッグ0、単独レギュラー4。取りました、277ゲーム単独のようやくですね、やっとこそビッグです。総投手が14本、ビッグ確率800分の1、ここからです。147ゲームです。さあ単独のビッグ2回目です。早い、早ペカです。30ゲーム単独のビッグボーナス、今ちょっと一旦回り見に行ったんですけれども、マイジャグラー5は角、内角の方ですね、内角234っていうところが現状ちょっと並びでいい挙動をしているんで、あーここどうかなっていう感じにはちょっとなってきました。で ATRT 機でいうと吉宗、そして、まあ、一応今ニューパルも動き出しまして、結構でもこの時間になって耕されてる方が多くなってきてるんですよね。でちょっとニューパルも今のとこちょっと怪しいかなというところで、今もう3台とも埋まったのか、もうちょっと打ってみて周りの状況も見てどうするか判断しようかなという感じですね。今375ゲームでまたまた持ちコイン飲まれてしまいました。ちょっと数字的にはだいぶ落ちてはきたんですけれども、ただまあまだマイジャグラー5に関してもはっきりしない部分もあるんで、まあ、ほんとちょっと両隣が動かないっていうのがすごく痛いんですけれども、もうちょっと頑張ってみます。はい、ここまでこの31番台のマイジャグラー5を打ってきたんですけれども、1400ゲームほど回しましてビッグ3のレギュラーが4と、まあ、最初ね単独レギュラーポンポンと引いたんですけど、その後引けず、武道確率もまあ非常に悪いという中で、まあ、まだ分からないんですけど、まあ、両隣が回ってないんで、まあ、ここもちょっと難しいところではあります。でそういう状況の中で今ここの、23番台25番台がかなりいいんですよ。25番台が、845ゲームで5の4、そして、23番台が1471ゲームで4の6というところで、まあ、ここ並びでいいんですよね。でその両隣22番台が動き始めて0の2、436ゲーム0の2で、26番台が空いたんですよ。ですいません、この26番台が空いたんですね、まあ、1063ゲーム4の3というところで、これやはり並びというところにポイントを絞れば、まあ、今ここが一番どう考えてもマイジャグラー5の中で強いんですよ。なので可能性としては本当こちらどちらかのこの2台を軸にどちらかっていう可能性が今非常に高い状況なんで、これはもう移動した方が
僕はいいんじゃないかと思いますので、この26番台に移動したいなと思います。まあ、この台に関しては特に判別されてたという様子はありませんでしたので、まあ、おそらく今、まあ、500ゲームですけど、500ゲームハマっちゃったんで、メダルコインが飲まれちゃったんでやめという、そういう感じだとは思います。あとは一番、まあ、内角になりますけれども、荷台を挟んで右なのか左なのかっていうところ、そういう問題になってくると思うんで、まあ、ここはまだ 100% 当たりかわからないですけど、まあ、カメラのセッティングをしていただいて、そして今僕が打っているわずかの間で、まあ、荷台を挟んで、まあ、左か右がどちらかも当たりって3台並びっていう可能性はある中で、まあ、僕は左を打ってるんですけれども、右がもうポンポンポンとレギュラー0の2から0の5までなりましたね。いやーちょっと怖いな。500ゲームで0の5まで上がって110分の1ぐらいにまで一気に上がりましたね。はい、まだ僕この台少ししか回してないんですけど、まあ、もう一方の2台挟んで右側がもうむちゃくちゃ良くなってきてしまったんですよね。今90分の1ぐらいまで一気に上がったんですよ。ってことを踏まえると、ちょっとこの台は外れっていう可能性が、並びの一角ではないという可能性がもう高くなってきてしまったんで、まあ、早いですけどこの台やめます。ニューパルサイスP3がめちゃくちゃいいですね。3台並びで78分の1、100分の1、105分の1で、吉宗は当たりですね。吉宗3ももう3台並びでっていう感じなんで、マイ5、吉宗3、パルサーであれば他があるかどうかわからない。あ、ちょっと厳しくなってきちゃいましたね。見えちゃってる以上早い段階で、まあ、ただまだ 100% ではないですし、4箇所目、5箇所目っていうのがある可能性もありますし、まあ、この後、まあ、引き続きその並び箇所、まあ、いい挙動をしている台があれば、その左右っていうのはすごい怪しくなるんで、まあ、そういったところが見えれば、まあ、攻めていくのは一つと、あとは、まあ、ゾーン天井っていうのも、まあ、ちょっと初日がね、全然拾えなかったんですけれども、まあ、初日は少し今日に関してはお客様の層も違ったりしますんで、まあ、拾える可能性もあるんで、そこも視野に入れながら今後ちょっと見て回っていこうかなと思います。はい、この番長ゼロなんですけれども、現在112ゲームでゼロモード滞在中の100ポイントでやめられてますので、この台をゼロモード狙いで打ってきます。ダメか。はい、この台はここでやめたいと思います。時刻は14時30分を過ぎたところなんですけれども、現状、まあ、もう当たりがほぼ確実というのがニューパルサー3と吉宗3なんですけど、でまだわからないといってのマイジャグラー5が結局違いました。もう、やめられていかれまして、ただ22番台一番内角ですねに関しては1892ゲーム8の10で、まあ、まだ優秀な数値なんですよね。ただこうなってくると、まあ、最低3箇所は今日はあると予想しているんで、あと1箇所、まあ、これで空きの席ができたというところで、ここをもう探していくしかないかなと、まあ、現状確実に見えてないというところで、まあ、やはりジャグラーシリーズ、まあ、今後アイムとか回ってアイムの可能性もありますし、まあ、そこをしっかり、見ていきながら、まあ、他の ATRT 機も探していこうかなと思います。はい、この SIM なんですけれども、現在801ゲームビッグ1のレギュラーが5で、合成133分の1と、まあ、レギュラーに関しては160分の1で引けてる台です。で僕の右隣の方が2600ゲームビッグ13のレギュラーが7 130分の1で、その右の方が1275ゲーム8の3 116分の1と、あと1箇所、残り1箇所がまだ見えてなく、現状もう16時半なんですけど、可能性があるとしてはここか、それか後ろ側にあるファンキー2、2台そしてマイジャル5、1台の計3台っていうところなんですよね。そこしかもう可能性はないかなと、現状そんな感じなんで、まあ、もう攻めないといけない時間ですし、これを打ちながらもしファンキーマイ5が当たりであれば、まあ、すぐに空いたら移動もできますし、3分の2の方は公約がカウントされてないんですよっていうところも踏まえて、まあ、この台ちょっと攻めていこうかなと思います。
取りました。235ゲーム単独のビッグボーナスです。総投手が25本になります。まあまあイジャグラー5内稼働、まあ昨日ね4くらいの数値なんですよね。でその横のファンキー2は昨日は、まあ、低設定挙動、そしてその横のファンキー2は昨日、まあ、ぼちぼち回数ついてるんですよ。それも4くらいかなっていう、だそこは中間の据え置きでっていう感じはするんですけどね。真ん中が上げられてなさそうって考えれば普通に中間の据え置きで若干並びに見えてしまっているような気はするんですけどね。そうなれば昨日全部、まあ、この辺は悪かったアイムに関しては今ちょっといい挙動できしてるんで、だとすれば可能性としてはこっちの方が現時点では高いかなとは思うんですけども、ちょっとレギュラーがもう少しついてきてくれないとという、まあ、言ってねまだそこまで5000ゲーム回ってないぐらいなんで3大トータルで全然わかんないですけど、取りました。156ゲーム単独のピックです。右隣の方が今550ゲームハマり、いやー黄色信号やなこれはい、持ちコイン全部飲まれてしまって現在313ゲームハマりというところで、この台が1308ゲーム、ビッグさんのレギュラーが5、まあ、ガスさんも163分の1まで落ちてきてしまいましたが、まあ、レギュラーに関してはまだちょっと足らないぐらいなんですけど、ただこの間他の2台並びの可能性がある2台ともにレギュラーゼロなんですよ。一度も引けずで、右隣に関しては現在600ゲーム近くのハマりというところで、まあ、かなり落ちました。で約6000ゲーム7000ゲームぐらい回ってるんですけれども、まあ、レギュラー割ってみると平均して3台の平均が407分の1というところで、まあ、さすがにちょっとこれ以上は厳しいですね。で他 ATR 的ちょっと正直わからないんですよ。どこに並びがあるのかわからないんですけど、まあ、とりあえずこの台はここでやめてまたちょっと探そうかなと思います。はい、今ですねこの、22番台のマイジャグラー5が開きました。ビッグ10号のレギュラーが224,804ゲームなんで、レギュラー確率に関しては218分の1と、まあ、現状6以上で引けてるんですね。でこの台に関しては、まあ、公約カウントとかされてないです。おそらく設定というのは意識されてなかった方が打たれてました。で、まあ、ここずっと注目してたんですけど、21番台を挟んで20番台なんですけれども、まあ、4977ゲームで、まあ、20の16、まあ、ガッサンは高設定域で引けてるというところで、まあ、問題はこの21番台なんですよ。1964ゲームで4の5と、レギュラー392分の1、まあ、足りないんですけど、まあ、言って2000ゲームっていうところで、もう残された3台並びがどこかっていうところ、もうここしかねちょっと可能性としてもう現状ないんですね。アイムも違ったんで、でこれ逆にちょっと考えてみたときに、今この25番台が動いてまして、4780ゲーム22の15、まあ、レギュラー319分の1でちょっと足らないんですけど、これも今上がってきてるんですよ。でこの台に関しては、まあ、同じようにアイムとか耕していた方が、まあ、しっかり公約カウントされながら打たれているというところで、もしかしたらこの23番台が不発、そしてこの21番台が不発っていう可能性もあると、もう残された可能性としてはこの近辺しかないと思うんで、でマイジャグに関しては、まあ、昨日も単品ではありましたし、最悪あの台に関してはまあ下ではないとない可能性の方が高いと思うんで、まあ、最後のチャンスですけれども、もう時間的に19時前なんで最後になりますけれども、まあ、攻めていきたいなと思います。取りました。323ゲームです。単独のビッグボーナスですね。総投手27本です。取りました。125ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。なんかすごいカメラ怖いねんけど、なんか
ホラーやねんけど、何これ、ちょ怖いって、勘弁して勘弁して勘弁して、ホラーすぎるってこれ、ホラーすぎるって、なんやねん。あーな、治った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 、呪われてるとか言わんといて、ほんま今日呪われてんねんから、何やってもうまくいかんもんね、昨日今日と。あれ多分もうちょっと、もうちょっと放置してたら貞子出てきてたで、このこのランプの中から。そんなノリやったで。いました、171ゲーム、171ゲーム単独のレギュラーボーナスです。2回目、ありました。75ゲームチェリー重複のリプレイからのチェリー重複のレギュラーボーナスです。レギュラーか、おー、早い、に、お、惜しい、2ゲーム、2ゲームか、ビッグです。はい、2ゲームビッグ、惜しいな、ビッグやったらなおさら1ゲーム連惜しかったけど、まあまあまあ、でもジャンバリです、ジャンジャンバリバリ。さあ、こっからやぞ、ビッグ頼むぞ、もう流暢にしてる時間はございませんので、残り3時間ぐらいかな、3時間切ってるぐらい。28ゲームチェリー重複のビッグボーナスです。111ゲームゾロ目で K 単独のビッグボーナスです。チェリー重複のレギュラーボーナス、65ゲームサキペカの単独のレギュラーボーナスです。まあ、現在この台が約5400ゲーム、まあ、もう間もなく5500ゲームというところですけれども、まあ、僕自身単独レギュラーが3回で6以上で引けてますし、この台のレギュラー確率も現在27回で2/2、まあ、このゲーム数まで6をぶっちぎってるんで、まあ、あとはどんだけビッグが最後ついてきてくれるかっていうところですね。そこさえしっかり、まあ、例えば1対1とかまで持っていければ全然逆転まくれる可能性あると思うんで、うわー、見ました、今一瞬一瞬一瞬トラッピー出た、そういうパターン、遅れてのと遅れトラッピー、そんな名前あるわかんないですけど、遅れてトラッピー、タッチさせてもらえへんかった、どういう、あ、まあちょ、わごめんなさい、時間そんなないんで、ビッグです、単独のビッグボーナス、トラッピー付き、ようやく328ゲームで単独のレギュラーボーナス、いやーもうビッグが欲しい、たった138ゲームチェリー重複のビッグです。よいしょ、212ゲームチェリー重複のレギュラーかい、あー残り1時間というところで5連単からの今2ゴロハマり、これこんなことやってる場合じゃない、うわー当たった、ちょっと見にくいですけど、526ゲームで単独のレギュラーです。ここでもレギュラー、はい、まあ、最後ね500ハマってレギュラーを引き、その後、まあ、110ゲームというところで、
また全部飲まれてしまいました、もう時刻の方が22時10分というところで、もう閉店まで30分ぐらいしかないので、まあ、もうさすがにここからは打てないです。はい、最終データ確認してね、実戦の方終了したいと思います。で最後の、この結果っていうのはまたエンディングで発表させていただきます。まあ正直ちょっとやっぱりその3カ所目ずっと探してた3カ所目っていうのがはっきりとは分からなかったですね。まあ僕のところのマイジャグラー5だったのがもしかしたらこういうバラエティとかに、埋もれてたっていう可能性もありますし、明確にはならなかったです。お疲れ様でした。2日目の実戦が終了いたしました。まず結果の方なんですけれども、投資が1196枚に対しまして回収が0枚だったので3枚がマイナスの1196枚でした。でまあ今日の振り返り、まあ、最後に売ってたマイジャグラー5なんですけれども、4754ゲームビッグ15のレギュラー22から打ち始めまして、最終7119ゲームのビッグ21のレギュラーが31で、合成が136分の1と、まあね最後に本当単発3発3発3発大ハマりドーンと食らって飲まれて終わりという、もうまあしょうがない、まあまあ、たまによくはないですけど、まあ、たまにある展開ですよね。で、まあ、一応、単独レギュラーそして、武道確率も含め7鉄の設定判別ツールに入れてみたんですけれども、単独レギュラーが自身で6回引けまして394分の1ということで、まあ、高設定キーで引けました。で武道に関しては449回の 5.27 分の1ということで、まあ、ツールでいうと設定6が、まあ、ぶっちぎってるんですけれども、さすがに下はなかったんで、まあ、6とは言い切れないんですけど、まあ4頃は最低でもあったのかなと。でもしあそこが並びの一角であれば、まあ、6まで見えてもおかしくないのかなという、はい、判断になりました。で2日間のトータル収支の方なんですけれども、総投資が1380枚、総回収が333枚、総差枚がマイナスの1047枚でした。まあね今回ちょっと悔しい結果にはなってしまったんですけれども、まあ、初日からそして2日目に関しても本当に見え切るまで探して探して探して掘って掘って攻めて攻めてっていう感じで、まあ、だいぶ耕したんですけど、まあ、最後にねまあ高設定挙動にたどり着けたっていうのは、まあ、最低限のことはできたのかなと。次回こそは勝てるように、次回こそはっていうか、あの別にそんなむちゃくちゃ負けてるわけじゃないんですけど、しっかり勝てるように、ね、頑張っていきたいと思いますので、またご視聴していただければなと思います。それでは本日も最後までご視聴のほどありがとうございました。上昇のメソッドを見続けたらパチスロの勝てる確率、積も率などが上がるという噂もありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。